全然 LM ともドアの開け閉めの重厚感からして全然違う車だね。これは良さそう。まあプラットフォーム的には、まあ、エンジンは横置きなんだけど、どっちかって言ったらこれセンチュリー系だな。だセンチュリーのちょっと大きい車がね、 SUV っぽいのが出たけど、あれのプラットフォームで多分サンデスシート作ったんだね。これがむしろね、日本に欲しいんじゃないかな。もうね、ドア開けた時のドアの重さ、重厚感、閉めた時のなんか全然車体の骨格の感じが違うよね。ただこれね、最初はアメリカだけって言うんだけどね、 2.4 ターボの FF、 え、これ FF 出させんの。なんか今回いろんなお楽しみがあったけど、実はこの TX が一番気にはなっていて、 GX もいいんだけどね。うん、まあ、あと LBX、 ヤリスクロスのレクサス版なんだけど、バッテリーがニッケル水素のバイポーラーですね。さあ TX、 おお、 FF だけど速いな。 2.4 ターボ FF サンデスシート、いやー、この車すごい重厚感あるね。おお、よく曲がるわ。これとてつもなく重量重いんじゃないかな。よっこらしょって感じ。足悪くないな。 FF だからもうドアンダーかと思ったけどね、まあよく調教されてますねこれね。いや、LM もそうなんだけどね、なんか最近のレクサスドライバーズカーだな。みんな走ると楽しいよね。車全体のバランスがかなりドライバーズカー寄りに振ってるね、レクサスはね。サンデスシートでも SUV でも何でも。ダメだこの車も、もう楽しすぎるもう3列とか2列とかなんか SUV とか関係ないな。もうね、相当走りに振ってるね。だけどガチガチ乗り心地悪いって車でもないんだよね。だから乗るとこの大きさを、わ、ブレーキの匂いがプンプンしてるけど、あの感じさせない。だ、本当の意味でのドライバーズカーですね。で 2.4 ターボで FF だからどうかなと思ったんだけど、意外と、お、あちし、ちょっと攻めすぎたかもわかんない。さあこれから乗るのは TX のハイブリッドの E4 電動四駆ですね。リアはモーターで駆動する 2.4 ターボのワンモーターのハイブリッド、リアがモーター四駆のサンデスシートということで、THS はないんですね。ツーモーターのハイブリッドではないと。やっぱりね、このぐらい大きいとトーイングとかがあるから、やっぱワンモーターで 2.4 ターボのエンジンの力でがっつり動かさないといけないということで、まあ THS はアメリカの大きい SUV には使いにくいんでしょうね。やっぱ FF と違ってね、フロントのトルク性が出てないですね。ロールもそんな気にならないしね、ハンドリングいいな。でもね、意外に FF はよくできてるね。今乗ってんのは E4 なんだけど、まあこれだったら雪道行けるし、このぐらいのしっかりした車のね、サンデスシートの SUV があってもいいんじゃないかなと思うけど、意外に FF が良かったね。これまあ4駆なんだけど、まあリアモーターそんなに大きくないのかもわかんないけど、まあ、バッテリーはもうバイポーラーニッケル水素この車はヤリスクロスなんだけど、バッテリーがニッケル水素バイポーラーですね。やっぱりニッケル水素の方が
電気の出し入れの応答性が早いみたいですね。あ、これ相当早いな。おお、楽しいね。足いいね。良くなったんだな。ヤリスとは思えないよこれ。しかもね、ちょっとセーター系なんだけど。さあここはどうかな。おお、リバウンドもいいですね。よし、これ全開だ。おお、足いいわ。これだったらニュール走れるね。ステアリングの手応えもいいし。レクサスここまで良くなったんだな。ちょっと感動。なんかちょっとショックだな。自分が乗ってるヤリスハイブリッドとも、まあそれはラリーカーなんだけど、これヤリスのクロスのレクサス版なんだけどね。バッテリーがバイポーラーニッケル水素で、自分のヤリスはリチウムなんだけど、ハイブリッドのバッテリーはやっぱりこのバイポーラーのニッケル水素のがいいね。アクセル踏んだ時のシュンっていうその瞬発力はこっちの方がありますね。で、足も悪くないのよ。あれどうなっちゃったのっていうぐらい、まあ、このとこね、レクサスって一体ここちょっとコロナを挟んだ3年ぐらいの間、まあ迷走してんのかな、あんまりあのメッセージが出てこないなとか、いろんな心配事もあったんですけども、やっぱりやることはちゃんとやっていて、まあ、今回プロタイプをかなり乗せてもらったんですけど、いろいろ GX とか LM とかね、あの TX とか乗ったけど、最後に乗ったこの LBX、 これの完成度の高さにはちょっと驚きました。もう今日はね、もうお腹いっぱい。なんでかっていうと、まあ、いろんなオフロードのこういうなんかこうクロスカントリーの車と、まあ、すごい、まあ、ミニバンというかね、2列シートなんですけど、でこれは LBX で、ここにないのがアメリカでしか当面売らない TX という車があるんですけど、これはもう3列シートの SUV、まあ、アメリカではね、いろんなものをこうトーイングしたりするから、やっぱりそのワンモーターのターボエンジンのものがあるんですけど、それはここにいないんですけど、まあ、でもあれも日本に入れてもいいんじゃないかなと思うぐらい乗った感じがいいんですね。でもうね、ドア閉めた瞬間にこの重厚感がその車だけ違ったんですけど、まあ、そういう意味で今回のレクサス、まあ、バギーカーも乗りましたけど、非常に楽しい一日で、大事なことは乗り味が全部こうドライバー扱いになったんですね。だからこういうショーファー の、 あの2列シートの、まあ、ミニバン作っても、後ろの席よりも悪いけど運転席の方が楽しいですからね。で特にリアサスのなんかこうハーシュの音なんかも、運転席は聞こえないけど後ろの席には聞こえちゃうんですね。だからなんか運転手に楽しい思いさせるのは嫌だなということで、車好きの社長さんはハンドルを握っちゃうんじゃないかなというのがこの LM だし、 TX も FF もあって4駆もあるんだけど、 FF どうなのかなと思ったけどね、やっぱりボディとサスがしっかりしてるから、そんなに乗り味の違いがないんですね。一貫性があるという意味で、これはもうオフロードで、まあ、これメカ四駆なんでモーターと違ってガツガツガツってこういけるところがあのいいですよね。でこの子最後に乗ったんですけども、まあ、実は我が家にはメルセデスの GLA があるんですけど、その車を売ってこれを買おうかなって真剣に思ったぐらいですね。でレクサスが今ハイブリッドで面白いのは、もうリチウムイオンのバッテリー使わないでバイポーラーのニッケル水素にしたっていうことですね。でこれをエキスパートに聞くと、やっぱ電気の出し入れの速さがやっぱりバイポーラーの方があるということで、ニッケル水素ね。でリチウムはまあベブでは使えますけども、エネルギー密度の関係で、だからそういうふうに技術の使い方もこなれてきたし、まあ、コーポレートのトヨタにはできないようななんかその一つのブランドとしての一貫性というのが、技術でも例えば ADAS でも、まあ、ステアリングを握った時の楽しい走りでも全てが一貫してるなという感じですね。そういう意味でこの LBX とこの GX、まあ、あるいは LM と TX まで含めて全ての車がハンドルを握ると、あ、レクサスだなって分かりました。ということで申し訳ないけど、ショーファーを作ってもレクサスは、実はショーファーというのは仮の姿で、あの本当の顔はドライバーズカーでしたね。だそれはある意味良かったんじゃないかなと思います。